ナオクマです。今日は10分間のピラティスで腹直筋を鍛えていきます。マットの上で全て完結するので、ぜひ腹筋に立つイメージで一緒に頑張っていきましょう。はい、そしたらまずはマットの上に仰向けに寝っ転がります。この状態で手を頭の後ろに置いたら、足を肩幅に開いて膝45度に曲げます。この状態から半分だけ上半身を起こして、ゆっくりと吐きながら落としていく。これを繰り返していきます。3、2、1、GO。 はい、地面吸いながら上半身を半分起こして、吐きながらゆっくりと下ろしてくる。肘が顔を覆わないようにしっかりと脇を開いて行っていきましょう。腰がマットから浮かないように、腰を常にマットにつけた状態で、頭、肩、肩甲骨だけマットから離していきます。吸ってアップ、吐いてゆっくりと下ろす。Me fui de vacaciones, baby, me perdí buscando esa boca encontré en ti。 はい、残り10秒。焦らなくて大丈夫です。上半身上に持ち上げるようなイメージで頑張っていきましょう。はい、そしたら今度は上でキープします。この状態で上半身を左右にツイストしていきましょう。これも一緒です。脇が縮こまらないようにしっかり腕開いたら横にツイスト、ツイスト。はい、始め、上半身なるべく高い位置でそのままツイスト、ツイスト。頑張っていきましょう。お腹がね、ぽっこりしちゃうと意味がないので、下に沈めるようなイメージでやっていってあげるのがポイントです。呼吸を忘れずに吐いて、吐いて。はい、腹直筋の上の方効いてるの感じながらやってみてください。はい、OK。 そしたら今度はこの状態から両膝を胸の方に近づけます。しっかりと腰をマットにくっつけた状態で、足を床すれすれまで伸ばす。そのまま吸いながら膝引き寄せて、今度は吐いて伸ばしたら吸う息で足伸ばした状態で上まで持ち上げます。吐きながら床すれすれまで落としてくる。繰り返していきましょう。ちょっときついよって方は曲げるだけでも大丈夫。できる方は足伸ばしてやっていきましょう。吸いながらイン、吐いて伸ばす。反対、吸ってアップ、吐いて下ろす。今度は上半身はしっかりとマットにくっつけた状態で、腰もなるべくマットから離さないようにお腹沈めながらやっていきましょう。はい、残り10秒。はいですね、そしたら今度は膝曲げた状態で上半身もう一度半分起こします。このまま右足伸ばして、そのまま上でスイッチ、スイッチ。伸ばしたときは足床すれすれ目がついて伸ばしていきます。はい、頑張っていきましょう。スイッチ、スイッチ。はい、呼吸止めずに。辛くなってくると腕で顔を覆いがちですので、しっかりと脇開いてやっていきましょう。吐いて、吐いて。はい、
か。つま先は天井に高く伸ばしていきます。はい、いいですね。したら一度手足をマットの方に近づけていきます。したら今度は上半身と下半身を一緒に起こして、上でアップ、吐きながらゆっくりと下ろしてくる、吸いながら上でアップ、吐いて下ろしてくる。きついよって方は一回一回足手ついちゃって大丈夫です。上半身を少し先に上げてからやっていけると足引き寄せやすくなります。はい、頑張っていきましょう。吸ってアップ、吐きながら下ろす。一度上でしっかりと止まって、お腹をへこませた状態で安定できているかを確認していきましょう。上半身を左右にツイスト、ツイスト。ちょっときつい方は足ついちゃっても大丈夫です。できる方は離した状態で頑張っていきましょう。はい、始め。しっかりと息を吐きながらツイスト、ツイスト。焦らなくて大丈夫です。一つ一つ動きを確認しながら丁寧に鍛えていってあげましょう。
かマットにくっつけて、ゆっくりとコブラの姿勢で少し伸ばしてあげましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。10分間腹直筋トレーニングできましたでしょうか。寝た状態で鍛える腹筋トレーニングの時にきつくなってくるとどんどん腰が浮いてきてしまうので、なるべく腰をマットにくっつけた状態でお腹を沈めながら鍛えるということを意識してやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。